自殺。2015年日本における15歳から29歳の死因第1位は自殺である。積極的安楽死と自殺幇助を合わせ安楽死を法で認める国は欧州を中心に6カ国6州にまで広がる。2017年、オーストラリアのビクトリア州における安楽死法可決から数日後、フィリップ・ニッツ地区医師は自殺幇助マシーン、サルコを発表。このマシーンは苦痛なく速やかに死ぬことができる合理的な自殺のためのものだ。自殺は果たして罪なのか、自殺を認めることは罪なのか。自殺法制定。この物語はそこから始まる。バビロン。